壊れたんかい。ありがとうございました。月明かりの単語を聞いていただきました。はい、小林さんのストレス発散ではありました。声が通るね、さすがに。さすがです。さすがこの道50年そんなにやってそんなにないか。そんなに。ありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がりました。すごい嬉しい。皆さんありがとうございます。はい、社長まで降りてきてください。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい盛り上がりで。社長、はい、本物です。本物です。社長何ですか、社長の振りって。違う違う違う、そっちじゃない。いやいや、1月も早いもので、もう27、あっという間ですね。もうすぐ2月が来ます。そしてすぐ夏が来ます。ずっとんだな。ねえ。まあ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 。来月デビューの記念日やってきますね。やってきますね。おかげさまで。丸。20年来ました。怖いよ。そんな大先輩さんだと。そんなにやってすぐ知らず。申し訳ございません。12年になります。拍手をいたします。早い。そうね、まあ、なんかいろいろあったから、そう、ね、ちょっと長くも感じた12年なんですけど、うん、ね、考え方によっちゃね、はい、うん、まあトークはまた後ほどちゃんとねやらせていただきますけれども、3曲目が、はい、あの恋の隅田川っていう歌をね、うん、ちょっと歌わせていただきたいと思います、はい、この歌はあのジョーデッキっていうアニメソングのね、うん、はいはいはい、CD を出した時のカップリングにいただいた歌なんですけれども、うん、あの日本の四季、春夏秋冬の順番にこう、はい、歌詞が出てきて、その屋形船に乗ってね、はいはい、あの東京のね、はい、そこでその男女のちょっと色っぽい、うん、いい感じな情緒のある ね、 そうですね、リズムもあって、それで大体歌う時って2コーラスなんですね、うんうん、だからあのちょっと時期に合わせて、うん、まあ1番目は絶対に歌うんですけど、ね、2番3番はその季節によって選んでるんですけど、うん、今日はフルコーラスちょっと歌わせていただきたいと思います。1年は歌っておきます。1年はもうここで全部、うん、正月からね、うん、あの年越し消化しようじゃない、やっちゃおうかなと。いいですね。とても日本調の歌ですけれども、リズミカルな変わった歌ですね、はいはい、それぞれのソロパートが個性的な歌です、はい、恋の隅田川聴いてください。恋の隅田川聴いていただきました。ありがとうございます。じゃあここからは新曲コーナーということになりまして、A タイプ、B タイプと今回は発売させていただきます。それぞれ全く曲調が違うものになりまして、A タイプの方のカップリングは一番最初に聴いていただいた「しばらく東京を離れます」で、次は B タイプの方のカップリング曲ですね、「夜霧のムーンライト」という曲になりまして、まあ初めて聞くってことは、初めてこれちょっと大変なんだけどな。あの港町横浜を舞台にした作品になりまして、ムード歌謡というよりかはちょっと歌謡曲テイストのある作品になりまして、別れてしまった恋人を今も横浜で思い続ける主人公が出てきます。トランペットの音色さえ渡る、まあ魂の叫びというか、本当に思いの丈をぶつけられる、そんな作品をいただきました。はやぶさとしても新しい扉を開けた一曲をいただきました。夜霧のムーンライトです。聴いてください。それぞれのね、カップリング曲もどれが A 面になってもおかしくないぐらいの素敵な作品いただきまして、それがいっぺんに出せるっていうのはね、まあやっぱり鶴岡先生にもね、いいご報告ができるように頑張って、動いてまいりますので、もうねたくさん応援してくださってますけれども、重ね重ねで申し訳ないですけれども、買ってください。よろしくお願いします。1枚税込価格1500円で発売しております。よろしくお願いいたします。まあね、そうか、最近ちょっともっと増えたでしょ。上手くなったでしょ、玉がね。言葉のねギュッてやるところはね勉強してます。どこのクオリティを上げてそこのクオリティ上げてる暇があったら5回までは失敗できるとか言わないでしょ。全然平気です。全然いいです。まあね、さあさあ、もうあと1曲で終わりです。はい、
じゃあ縄跳びをします。危ないからやめてください。まず最前列当たりますから。当たっていいんですか。ケンジ何しとん。ずっと座ってくれてますけど、2月4日ぜひ皆さんね、鈴木亜希さんまた来てください。お待ちしてます。今日帰りにも予約してきてください。そうですね、お願いします。約束です。約束です。それでは2月21日に出るはやぶさの日本クラウン移籍第2弾シングル、そして鶴岡雅義先生作品も第2弾となりました、赤坂レイニーナイト、聞いてください。ありがとうございました。まあ、次回も決まっておりますけれども、ぜひとも、赤坂レイニーナイトの応援をよろしくお願いいたします。お願いします。この後は写真撮影会になりますので、川島くんのご案内に従ってください。ありがとうございました。本当に見てください。本当に本当に鈴木楽器 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、はやぶさです。今回もキャンペーンでお世話になりました。ありがとうございました。今回のキャンペーンは2月21日に発売が決定しております。はやぶさの日本クラウン移籍第2弾シングル赤坂レイニーナイトの予約キャンペーンでございまして、今回もムード歌謡界の大先輩鶴岡雅義先生に作曲を手掛けていただいた王道ムード歌謡になりまして、もうムード歌謡の聖地といっても過言ではありません。東京は赤坂を舞台にした、雨の赤坂に別れたあなたを今も思っていますという女性が主人公のムード歌謡になっておりまして、まあ2人で歌っておりますけれども、お一人でも全然歌えるムード歌謡になってまして、もともとお一人で歌えるものを、2人で分けたりっていうようなニュアンスのものなので、ぜひともカラオケでも、お気軽にチャレンジしていただきたい作品になっております。そして来月2月4日には、はい、こちらの鈴木楽器さんにまた再びキャンペーンでお邪魔をさせていただきますので、もしよろしかったら遊びに、はい、応援に駆けつけていただけると嬉しいです。お待ちしております。この何とも言えない、アットホームなお客様との近い距離が、もう最高のこの鈴木楽器さんなので、ここでしかできないお話を、たくさんしたいと思います。ぜひ楽しみにしていてくださいね。よろしくお願いいたします。あ、すごい。はやぶさでした。すごい。